ジュゼッペ・パリッチはイタリアの画家である。フランスでバルビゾン派の中で活動した。南イタリア、アブルッツォ州のランチャーノに生まれるが、生まれてほどなく、家族とバストに移った。父親は法律家、文学の教師で、母親は音楽好きの女性であった。弟に画家となったフィリッポ・パリッチ、ニコラ・パリッチ、フランチェスコ・パオロ・パリッチがいる。1835年に、 ナポリに移り、翌年ナポリの美術学校に入学した。ピトルーヤ・ガブリエーレス・マルジア氏に学んだ。1836年には、弟のフィリッポもナポリで画家の修行を始めた。1839年と1841年にナポリの展覧会にロマン主義のスタイルの風景画を出展した。ナポリ近郊の海岸の町ポジリポなどで風景画を描いた。 ポジ・リポハと呼ばれる画家たちと親しかった。1844年にフランスに移り、コローやクールベと知り合った。1845年にサロンド・パリに出展した。1850年代にフランスで活動を始めたアルベルト・パシーニと共にバルビゾン派の中で活動した最初のイタリア人画家とされる。バルビゾン派の画家、ジャン・フランソワ・ミレー、ナルシス・ディアズ・ドラペニャ。 テオドール・ルソー、シャルル・ジャックラと友人になった。1860年代の終わりに、多くの芸術家の集まった、グレシュル・ロワンの宿屋の主人と10年間の賃貸契約を結び、工房を開いた。ジュゼッペは弟たちをフランスに招き、フィリッポはしばらく、フランスに滞在して活動した。 フィリッポと共に動物を描くのを得意とし、兄弟はローバとヤギの画家と呼ばれた。1859年にレジオンドヌール勲章を受勲した。1862年に聖マウリッツユラザロ勲章を受勲した。ありがとうございます。